リトスト、お前がそんなことをする必要はない。今日が過ぎれば、お前は本当の意味で。まさか。みんな、大丈夫？これじゃ、自ら飛び降りることと、ほぼ変わりないじゃない。でも、どうして琥珀街なの？間違いない。直接来たことがあるわけじゃないけど、ここを見る限り、五王時刻、三匹七石、全部揃ってる。こうも縁起が悪いところは、影しかない場所だろうね。桜花の電波は、やっぱり繋がってない。当然だよ。何しろここは普通の空間とは違って、週末のアンカーとの繋がりはそう強くない。どうやら、うちもちょっとぐらい本気を出さないといけないみたいだね。普段は怠けてばっかりだけど、名前だけってわけじゃないよ。それについてはノーコメント。それで、前に計画してたように、どこから探し始めようか。確かにそうだね。少爵、あんたや核は今の状態であの犬の行方を追跡できる？私たちが老朽にいる限り、その望みには簡単に対応できる。でも、出発する前に、いくつか覚えておいてほしいことがある。さっきの琥珀街を見たよね。100年の間、永誕には数えきれないほどの沈んだ、じゃなくて、埋めた、でもない。ああ、軍隊さん、軍隊さん。ご冥福をお祈りします。どうか安らかにお眠りを。要するに、永誕には数えきれないほどの人が住み着いてる。影が錯綜してるから、どんな異象が起こってもおかしくない。追いかける途中で、どんな騒ぎを耳にしても、決して近寄らないで。誰かに肩を叩かれても、絶対に振り返っちゃダメ。それと、しっかりついてきて。うちのそばから三歩離れた場所には行かないこと。もしかして、お化けが出てきたりするの？正解。老朽にとって、永誕は墓地そのものだから、言い方を変えると、メイド？とにかく、影の特徴から見ると、本物のあやかしや怪異とほぼ変わりないんだ。今日は本当に変わった一日だな。振り返ってみると、寝て夢を見て、超能力を操る者、宇宙人、異世界の住人と連続して出会った。未来人とかが出てきたらフルコースになるんだけど、その上、今は犬を追いかけるために、もう一つの世界にあるメイドにまで飛び込んだ。緊張感は欠けてるけど、それ以外は何もかも揃ってる。言われてみると確かにそうだね。ああ、老朽は危機に直面してるけど。緊張感に欠けてる。その最大の原因は、そばにいる先住民のせいじゃない。世界の存亡の危機が迫ってるなら、急いで昼寝しないと。なぜか、似たようなオーラを彼女から感じる。うちが？いやいや。でも、素直に言うと、老朽は自分の家みたいなものだし、家にいるのにビクビク怯えることなんてないよね？とある犬が、家をひっくり返そうとしてても。それは、大したことじゃないよ。相手はあのドニグルのことなんだ。それくらい驚天動地なことをしでかさないと、逆に違和感がある。万が一、やっぱりやめとく。どうせ今言わなきゃいけないことじゃないし。師匠であれ、貯蔵品であれ、そうやすやすと持ってこられるものじゃないから。
というより夢追い人の体調の方が重要じゃない？何かあったらお姉さんにズタズタにされそうだからね。親切姉さんはそんなに怖い人じゃないよ。あなたや核がそばにいるからみんなもずっと安心できるんじゃない？褒めてくれてありがとう。それで今すぐ出発する？さっき言ったことはちゃんと覚えてて。もしかして暗いのが苦手？苦手？暗いところが？何の冗談を。ちょっとだけ。ほんのちょっとだけだから。だからさっきも言ったじゃないか、ちゃんとついてきてって。それが一番の理由だったんだ。着。でもここは随分と荒れ果ててるね。変な現象がたくさん起こるって言ってたけど。これはある意味ドニグルでも栄誕を簡単に掌握できないことを裏付けている。湾に樽一杯の水を入れるように、いくらもったいなくてもまずは大半の水を捨てないといけない。もちろんそれも一時的なこと。ドニグルが掌握した部分に近づけば近づくほど目の前のような事態が頻繁に発生する。これは老朽に来た直後に見たものと同じ過去の出来事。俺がどういった存在かお前は知っているはずだ。ああ、心に潜む恐怖。本来それ以外のものを私は持ち合わせていない。ならわかるだろう。俺がその気になればお前を逃がしてやることなどお安い御用だ。ああ。だが私はその気になってほしいと思っていない。はあ。わかったぞ。信じがたいことだが、お前は確かに生身の人間。そしてこの地で人の身では到底できないような未曾有のことを成し遂げた。しかしその全てが終わって、お前の最初の望みが。ああ、今すぐ死なせてくれ。私は何の抵抗もしない。困惑するのも理解できるが、本能に逆らう必要などない。さっさとやってくれないか。私が脅威である以上早急に抹消するべきだろう。脅威、お前も言ったはずだ。私は未曾有のことを成し遂げたと。実際私は恐怖など全く感じていない。故にそれによってお前が生まれるはずはない。お前と会うために私は恋に恐怖を感じた。困難ではあるが何の意味もない小細工だ。世を荒らす災いに頼り
私はここにいる化け物を生み出した。知能はないものの、それの唯一の本能は目の前にあるすべてを引き裂くこと。極めて危険にして意味を持たない。それでも死を得るにふさわしい。今見てみれば、無理やり生み出した恐怖も所詮はこの程度。お前は私が思っていたものよりはるかに小さい。しかし他人の首を噛みちぎるのは決して難しいことではない。なぜだ。私の置かれている状況は見ればわかるはずだ。不本意ではあったが、かつて私は大罪を犯した。だからこそ牢に身を放り投げ償おうとしたのだ。しかし自分でもわかる、この程度の代償ではまだまだ足りない。過去の行いは命で償うしかない。だから来い。お前の本能とこの世に存在する意義に従ってくれ。お前は死を全く恐れていない。それについては理解した。強いて言えば望んでいるのだ。ああ、厄介なもんだな。本能に従ったとしても殺す方が価値がない。死が恐怖ではないなら、俺の半身、お前の名を教えろ。そうすればわかる。これから続く長い時の中で俺が痛めつける対象が誰なのか。あのワンちゃん、生まれたばかりの頃は結構可愛かったのに。でも口調がちょっと乱暴だね。口調だけの話じゃない。誰が何と言おうと、あれは罹患の術相だからね。でも少女く、確か術って罹患の術相に対抗する手段だよね。となると、もしかして今見たのはリトストが殉死の術になった瞬間？間違ってはないと思うよ。じゃあ術になった方法って死を恐れないこと？さっきの光景から察するに、ドニグルに関心を抱かせたことで影を操る力を手に入れたの？逆だよバカ。術になったのはドニグルに興味を抱かせたからじゃなく、ドニグルが誕生した前だよ。そうじゃなきゃ恋に恐怖を感じたや思っていたものよりはるかに小さいって話が不自然になる。あ、誕生した前？私もロジック的にはすごくおかしいと思うけど、よく考えてみれば怪獣も桜花の歴史上に記録された災いもあるルールに従ってる。それはさっきの男にとっても同じはず。恐怖が影を生み、そして影が万物となる。そう、死を恐れない人はどの世界においてもそう珍しくはない。多分彼が本当に成し遂げたのは、死を恐れない状態で死への恐怖を強制的に抱えたこと。知ってたかどうかはわからないけど、彼は影のルールを利用した。コラリ、それって矛盾してない？矛盾して当然だよ。だからこそ術に慣れたのはたった数人だけだった。自分の恐怖を手なずけた。そうでしょ、消滅するだけじゃなくて自在に操らないといけない。それって難しすぎるよ。怖がらないだけなら私にもできるかもしれないけど。術が一人いたら
じゃなくて、目覚めた術がもう一人ぐらいいたら、ドニグルが起こした騒ぎなんて大した問題にならないんだけどね。うん、いい景色。17件、あと17件しか残っていない。ドニグル、まだ私を理解することにこだわっているのか。ちょっと待って、この言葉。そんなことに意味はない。お前は犬でしかない。忘却の風は全てを撫で、果てしない空だけを残す。ここで意味を作った者もいれば、意味を排除する者もいる。私はバランスを求めているだけだ。もしあらゆる星がなくなったとしたら、私はうつろな空を眺め、暗黒を崇高なものとして感じるようになるだろう。ふっ、虫のいいことを考えやがって。リトスト、お前を理解するつもりはない。バランス、確かにお前はずっと何もしてこなかったよな。そのことについてはお前に聞かないといけないだろう、ドニグル。今までお前は確かに最善を尽くしてきた。そのおかげで私は殉死の名に恥じぬように働けた。だが、好き勝手をしてくれたおかげで、この世での痕跡が延々と絶えず残ってしまった。つまり、お前はわざと、私の望みの邪魔をしている。知り合った時に、はっきり言ってただろう？痛めつけると。なら、別に構わない。確かに、私を理解する必要はない。おそらく、100万年もの時を経ても、この橋が築かれることはない。されど、私は願う。こうも長く、こうも久しく続く人生を、ただただ虚しく、向こうの景色を眺めて過ごすわけにはいかない。おいおい、ほどほどにしてくれ。まったく、前はこんなに煩わしくなかったのに。前はあんなに凶暴だったのに、なんだか仲が悪いようには見えないよね。なるほど。つまりリトストの殉死は離間の術相に対抗するためのものじゃなかった。術になってもその考えに変わりはなかったんだね。そして永遠に望みを叶えさせないようにドニグルは影の力で手伝って相手を永遠に生きながらえさせた。あなたたちの研究所の文物にも似たような記録があったよね。この人はあることを一件ずつこなし続けてる。それは食材のようで復讐のようにも見える。うん、あの時はまだ彼の正体がわからなかったけど、今は。そうだね、リトストって本当に変わってる。いやいや、今まで見てきたのはほんの一部だから。リトおじさんが望んでたのは死じゃなくて、跡形もなく消え去ること。それってすごく面倒なんだよ。前にも言ってたよね、自分が残した痕跡を全て消し去るのが癖だったって。その通り。生きることも死ぬこともどっちも簡単だ。でもリトおじさんがこんなに手間暇をかけて得ようとしたもの、クーム、それはたやすく手に入るものじゃない。え、じゃあ彼のやり方に従えば、例えば肉まん3つ、ケーキ4つ、それからとにかくいっぱい食べた後に、その痕跡を消すためにはこっそりやるだけじゃなくて、それの影響を全てなくして、ある意味で起こらなかったことにするの？その通り。リトおじさんがどうやったのかはわからないけど、少なくとも
食べた小麦を植え直す必要があると思う。それじゃあ永久期間を発明することとほぼ同じだ。それで彼の本当の目的は生まれてこなかったかのように死ぬこと？ああ、でも無謀な努力にしか聞こえないよ。それに成功しようと失敗しようと意味がない。だからあの二人の関係は誰もが信じられないほどおかしかったって言ったわけ。これまでドニグルはリトージさんの言うことを素直に聞いてた。それと同時に何とかしてリトージさんとのつながりを減らさないようにしてきた。東が一つ消えれば西に一つ増えるみたいにね。それが痛めつけるということ？ずっと相手の思い通りにさせなかったの？でも何事にも始まりがあるよね。術になる前にそんな変わった考えを抱いてたなら、彼が犯した大罪って一体？それについてはうちもわからない。多分誰も答えられないと思う。それに今解決しようとしてる問題とは何の関係もない。あ、そうだ、今まで辿ってきた順番を見る限りもしかしたら次は、やっぱりここはもしかして、うん、リトージさんの願いが本当に叶った時のこと。リトージさんは言ってた。あれは永遠の別れじゃない。自分にとってそれは喜ばしいことなんだって。彼は本当に自分の望みを叶えたの？今でもうちはリトージさんのことを覚えてる。だから多分そうじゃないと思うよ。でも滞在が何なのかについては確かに誰も知らないんだ。自分が英単を作り出せば当時の出来事は消えてなくなるって彼もよく言ってた。それもその方法しかないんだって。どんな罪なのか方向はつかめた気がする。君も知っているはずだ。これは本当の意味で取り返しがつかない。師匠？